戦乱の世を統一した徳川家康が幕府を開いてから300年、日本は異国に門戸を閉ざし独自の繁栄を遂げていた。しかしその太平の陰で戦乱は続いていた。諸国の大名は幕府に厳しく監視され重い火薬に苦しんでいた。謀反の火種は日本の各地にくすぶっていたのである。黒須藩では来るべき幕府との戦いに備え山間の村で武器を密造していた。だがその計画は幕府の手で闇から闇へと葬られた。別の武器も作っている。特殊な兵士、隠し刀である。隠し刀は剣術、忍術にかけ決まった名を持たずどのような場にも潜入できる。隠し刀は研ぎ師と呼ばれる師範に二人一組で育てられる。二人がそれぞれ動けば自在に撹乱し、一つに結びつけば大きな力となる。隠し刀は強い因縁で結ばれていた。